次の日曜日、今度の日曜日はアウェーでの鹿島クラウンズ戦です。アウェーでの鹿島戦、そして次のホームゲームは6.12土曜日、5月12日土曜日、対大宮アルビージャ、対大宮アルビージャ、ここベスタビッキースタジアムで午後2時キックオフです。次のホームゲームは6.12、5月12日土曜日、ここベスタビッキースタジアムで対大宮アルビージャ、キックオフは14時となっております。ぜひ今日のこの天気、雰囲気をまた次のホームゲームでお伝えしてください。宣伝サポートの皆さんご来場本当にありがとうございました。さて、JTBのブースが設けられております。アウェーでのこの戦、こちらの方の受付の方が行っております。ぜひ、サルサポーターもアウェーの方に乗り込んでください。さあ、アウェーといえば、次のゲームはアウェーゲーム対鹿島アントラーズが日曜日に迫っております。そして、次のホームゲームは 5月12日土曜日、対大宮アルディージャ、対大宮アルディージャとなっております。ぜひ、間違えたホームゲームをお越しください。さて、クリーンサポーターのご協力をお願いしたいと思います。クリーンサポーターのご協力をお願いしたいと思います。試合終了後、アシスタントを中心としてサポーターみんなで場内の清掃活動を取り行いたいと思います。集合場所はメインスタンド FB8、 バックスタンド T8、 集合場所はメインスタンド FB8、 バックスタンド T8 となっております。ご協力いただけるサポーターの皆さんはメインスタンド FB8、 バックスタンド T8